改めまして、篠田みなみです。差し出まりあです。はいはい。さて、今回はみな姉のお誕生日をお祝いするためにこんな企画をご用意しました。おみな姉バースデー特別企画、子供の心を取り戻そう。イエーイ、取り戻す。今すぐ取り戻したい。はい、あさって6月3日に25歳を迎え、はい、どんどん大人になっていくみな姉。ありがとうございます。今一度子供の心を思い出して楽しんでもらいたいということで、こちらにいろんなアクティビティをご用意いたしました。すごいよ、なんかもう見るだけでもなんか懐かしの感じがありますよ。たくさん遊んで子供の時の気持ちを思い出してもらいたいと思います。やばるぞ。はい、今度はこちらで遊んでいきたいと思います、うん、これはですね、なんだなんだ、フラフープ鬼ごっこ。フラフープ鬼ごっこでございます、鬼と逃げる側に分かれて2人でフラフープを回しながら鬼ごっこをしてください。なるほど。動けるのはフラフープが回っている時だけです。ほーそんなにできるのかな。回しながら逃げるのもできるのかな。じゃあとりあえずじゃあ鬼と追われる側を今決めた方がいい。決めましょう。じゃんけんで。勝った方が鬼。鬼で。勝った方が鬼で。最初はグーじゃんけんぽい。はい、これでしょう。鬼。鬼。やるぞ。はい。ということで早速やっていきましょう。それでは。フラフープ鬼ごっこスタート。よし。わあ、遅い。全然なんだけど。全然。チェンジ。じゃあ私が鬼やります。はい。スタート。すごくない？わかりました。私が鬼です。